皆さん、ハロー、ボンジョールの一粒チャンネルへようこそ、テシーです。今はですね、東京から話してるんだけど、人生があっという間だなって改めて最近思ってます。そこで、まあ、毎日を満喫したいなって、まあ、毎日って言っても毎日ね、皆さんも仕事もあるし、毎日できるっていうわけでもないと思うんだけれども、できる限り満喫できたらいいなって思っても毎日あっという間に終わっちゃうんだよね。やりたいことをやれずにとか。だからちょっとね、改めて昨日ね、アメリカでヤギに恵まれて生活している、まあ、ストーリーを見て、彼女には兄弟がいて、兄弟2人とも別の事故で亡くなってしまって、そこで彼女自身にとってはその死っていうのがすごく身近なものになって、まあ日本人は長生きなんだけれども、みんな90歳まで100歳まで生きるというわけでもないので、それがねネガティブな考え方に聞こえるかもしれないけど、でもそれがすごくパワフルなツールになって、毎日本当に満喫を、まあ、頑張って毎日、後悔しない一日にできるためのパワーとなるんじゃないかと思うんだよね。とそこでね思ったんだけれども、ね、皆さんにもちょっと考えてほしいなって思ったのが、皆さんにとっては何が大事なのか、まあいろいろ大事なんだろうなと思うんだけれども、自分にとっては健康が一番大事なんだなって思った。で、健康って結構幅広いカテゴリーだなと思ってて、一つの健康だけではなくて、その健康っていうカテゴリーにおいては言語とか人々とコミュニケーションを取ることでもメンタル健康、健康にもつながっていたりとか、あと私スポーツが好きだからムキムキになりたいっていう目標があったりとか、高食品も好きだし、なんか日本食とか、まあそういった面での健康、友達、人間関係、いる結構幅広いものですよね。で、今回はさまざまな都道府県に旅に出かけることはねできないので、近くて周りにできることをやってみたいなと思って、今日は私のここの床にね、実は東京都内の地図があるので、こちらの五円玉を投げて当たったところに行って、健康につながるものは何ができるのかなって見てみたいと思います。これですね、目を閉じてやります。ちょっと怖いんだけど、はい、見えましたか？はい、どこでしょうか？北の丸公園。はい、北の丸ガーデンっていうのが出ました。はい、自転車、まずは自転車に乗りたいと思うんだけれども、今日使いたいなと思うものを簡単にこちらに入れたいと思います。お茶は後で自動販売機で今日は買っちゃうんだけれども、理想的にマイボトルとか、また財布、あとはプールがあるかどうかわからないんだけれども、泳げたら泳ぎたいなって思います。タップもあります。パスモと材料カード、そうね、マイクとかが入ったこちら、あ、本、今ゴミで捨てられてた本を読んでるんだけれども、ここから新しい日本語を学べたらいいなと思います。で、次はタオルで大丈夫かな。あとは名刺だね、もし誰かと面白い人に出会えたらね。で、鍵ですね。はい、行きましょう。まずは飲み物をゲットできました。うわ、暑いので早速私の一番好きなもので、ちょっと不思議な道に入ったら、ループのレンタル自転車がありました。レンタル自転車って他にもいっぱいあるんですけれども、こちらが結構しっかりしてる、まあ、なのでもうちょっと高めなんですけれども、早くどこかに着きたいと思えば、あとは暑いからそっちにしちゃったループですよね。で、こちらに乗りたいと思います。で、こちらに到着しましたので、ループの返却して380円でした。15分ぐらい自転車で、しかも電動、それでも運動できたなって思います。早速行きましょう。わ、素敵、見て見て、ちょっと涼しそうなところがあって、さ
最高。いいですね。こんな形でちょっとだけ涼しくなります。こんにちは元気ですか？はい。Italy? And you? I'm from India. Okay, nice. Do you live here in Japan? Yeah, I live in Nagoya. そうなんだ。Bad. So you see, we can be in this one. Konnichiwa. Konnichiwa. And you know, guys, I've just met someone lovely on the street. 日本語で大丈夫ですよね？はじめまして。はじめまして。ちょっとお名前と自己紹介。名前とガリさん。ガリさん。I loved it. So what do you do here in Japan? Basically, I work as a scientist. Yes. What type of science, in which field? We do, you know, we have specialty enzymes. Yes. And these enzymes are applicable for food industry, pharma industry. Okay. And for chemical industry. For chemical industry. We can modify the taste and texture. Wow. If you have some juice, yes. Which is of bitter, yes. We can reduce the bitterness. I see. Like that. Organoleptic properties, we call it as organoleptic properties. Organoleptic properties. Basically, I'm a biochemical engineer. Biochemical engineer. So, I just came to meet, I have some work. Oh, so yeah, that's the embassy. Okay. And you see this beautiful scenery as well. Japanese system is so good. Yeah. Maintenance, everything. Yes. Very cool and calm. Wonderful. Thank you. Can you mention again what's the name of the park that you recommend? Nabana no Sato, an illumination park in Nagoya. Okay. Okay, we'll look it up. Thank you. ボートの乗り場。面白そう。なんか東京だと思えないぐらい静かです。ちょうどね、お昼の時間になってしまったので、ここの公園の中、なんか武道館の近くのカフェでベジタブルカレーか豆腐のサラダ、どっちにしようかなって悩んでるんだけれども、どちらかにしてみたいと思います。いただきます。また変なところにループありました。見てください。ちっちゃい。うわー、もうプール入りたかったんですけれども、学校が使っているので30分以上待たないといけないことになります。じゃあちょっと先頭に入ろうかな。先頭ですっきりしてきました。お風呂上がりにですね、こちらのすっごい美味しそうなチャイを見つけて入ってみたら、夫婦なのかな、やってるのはシアトル、アメリカ出身の20年以上って言ってたのかな、あの日本に住んでるアメリカ出身の彼プラスそれの日本人女性がやっているチャがあって、その方にね、私がフレクシテリアンだと言ったらこう書いていただきました。 Happy Chai Day to the Flexitarian。 熱くて飲めない。美味しい。やばすぎる。これからはですね、今日は平和のイベントがありますので行ってみたいと思うんですが、ちょっと傘忘れちゃった。でもこんな形でね、雨に当てられるのも結構幸せやなって。本当にちょっとやばすぎる。でもそう、行きたかったところ、今日は平和の日だと
言われていて、前コラボもさせていただいたブラスさんもトークするってこういうのを見たので、ぜひそれを見に行きたいなって思って、この雨の中で歩いてきたんだけれども、残念ながら見当たらず駅に向かおうかなと思います。ちょっとびっしょ濡れなんだけれども、これもたまに楽しいなって思います。ああちょっと雨でびっしょ濡れだったので着替えてきました。今日の皆さんの一日はいかがだったでしょうか。私の今日過ごしてきた一日に10のスケールで 6.5 与えようかなと思います。今日一番幸せだったのは、今回の動画で映ってないチャイを飲みにいた時にお話を聞かせてもらったアメリカ人の店長さんとの出会い、そして先ほど雨の中、まあ傘持ってなくても、あ雨だってすごく自然のことを感じていて幸せだったかなと思います。あとは自転車に乗っているところですね。自転車って電動だったら本当に電車よりも高いなって気づいたんですけど、ただ満員電車に乗ってるよりもずっといいなって思いました。では皆さん、次も五円玉をどこに届くのでしょうか。見てみてください。次回お会いしましょう。バイバイ。